まのちです。よろしくお願いします。スター発掘、柳町たつる物語。いややっていきましょう。今日ロッテ戦からやっていきますよ。まあちょっとどこまで取るか分かんないんですけどね。まあやっていきましょう。で、カレンダーで1週間スキップしました。でね、ちょっとスキップ、まあスキップは結果でか、飛ばしてたんですけど、ちょっと自分でやってみたいなと思ってやったんですよ。オリックス戦、ちょっとどこの試合か忘れたけどやったんですよ。猛打賞したの。マジで動画の中でそれやりたかった。嘘だべって思うかもしれないけど、本当にやったんだ。本当に猛打賞したんだって、それをね、動画の中で見せたかった。よし、やっていきましょう。コメント読んでいきます。本気で、最初のスマップです。笑えなかった。本気で。いや、そこまで言わなくても。スーパーサブの次はスタメン併用らしいです。ありがとうございます。今日なんかもう今すでにスタメン併用な感じで使われてる気がするけどね。もうちょっとスタメンの機会が増える感じなのかな。打てないのが面白い時代は終わったぞマノッチ。分かってるんだ。俺も分かってる。だからもう今日こそ打つから。マノッチごめん、期待してなかったよ。いや、期待されてないことも知ってる。マノッチイケメン、あの給食のさ、わかめご飯って美味しかったよね。マノッチにとってカーブとは？まあやっぱりその長い野球の歴史の中で結構古くからある変化球だと思うんですよね、カーブっていうのは。でその長い野球の歴史の中でやっぱその生き残ってきた変化球の一つ、カーブ。やっぱちょっと俺としてもこうリスペクトする気持ちがあるわけですよね、そのカーブに対して。やっぱこう尊敬の念みたいなものをこう抱きながらその向き合いたいかなと思ってます、カーブとは。ホームラン打ったら R1L1、十字ボタン上圧をしましょう。やりましょう。学校が明日からだよ。まのっち全国の学生に一言、風邪ひくなよ。応援歌しっかり流れてる。もともといた選手の流用応援歌なんだけど誰のでしょう。全く分かんない。いやまあその自分でその入力して聞いた時になんか聞いたことはあるなみたいな印象は受けたんですよ。正直受けた、本当に受けたんですけど、ただやっぱどっかでその似てしまうところもあると思ってるんだよね、応援曲って。だから、まあ、その程度ぐらいな感じで受け止めてたんですけど、誰のか全く分かんないです。新人王ある？いやーどうだろうね、取りたいけどね、なんとも言えないよね。柳町メモ、キャンプ中の練習について、辛い練習を乗り越えた先に試合での勝利や優勝という喜びがある。それが僕の考えるエンジョイベースボール。はい、エンジョイベースボールとは柳町選手の出身大学である慶応大の野球部スローガンのこと。いいですね、エンジョイベースボール、楽しんでいきましょう。よし、やっていきましょうか。難易度なんですけど、ごめん間違えた。難易度、変わらずです。はい、スッドスピリッツ、リアルスピード、さあやっていきましょう、頑張りましょう。はいはい、ベンチスタートね、 OK。 いやー、できればな、友達が出てるわけで出たかったですけどね。よし、プレイ。ホームラン打ちてーなー。ちょっとまあこの企画のまあゴールとしてはスター選手にするっていうのももちろんあるんですけども、ゾゾマリンスタジアムです。ちょっと目標としてはこのルーキーイヤーにホームラン1本はちょっと打ちたいですね、打ちたいですね。なんとかなんねえかな。失投とかうまいことね、強振で捉えれば、まあ、球場にもよるかもだけど、いけそうな気もしてんだけどね。ゲームは7回の表です。任せとけい。柳町が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、マリーンズ1点リードで迎える7回です。はい、打つぜ。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。いいよ。あー、なんか今日やねえかすんな。よし、来い。おい、ちょ待って、これはストレートの割合高いんじゃないか。
ワンストライクのスリーボール、それでも30パーか。何来る？フォーク、シュート。ウェイ、選球眼やばいね。もう一打席来ねえかな。来たぜ、チャンス。追いつくぞ。これは打ったらかっこいいぞ。立て上げるぞ。ランナー誰だ？打順はトップに帰って柳町。甲斐選手足早いから帰ってこれる。なんかあんまその甲斐選手が足早いってイメージはないんだけどさ。153キロね。もうちょっとカット来たらしょうがないね。もう約6割だから初球。153キロ、調子が悪い。150キロ多分出ないぐらい。強振で振る。ストレート打っていった。いいところに上がった。くっそー、くっそー。いやー、ものにしたかったな、ものにしたかったな。まあまあまあ、とりあえず1出塁ですよ。エンジョイベースボールですよ。ちょっとエンジョイベースボールの使い方わかんないけど、いや、パワーの値も上げていきたいんだけどな。いや、多分これはスタメンじゃないでしょうか。はい、はいよ、任せろ。よし。いや、まあちょっと今の試合はヒットは出なかったですけども、悪くはないですよ。意外と悪くはないですよ。好天に恵まれました。ゾゾマリンスタ、任せろい。バッターは注目のルーキー柳町。2試合当たりが出ていません。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。まあこの感じだと必ずどっかでストレートは来るでしょう。はい、それを打ちましょう。初球ストライク、打つよ。何今の、飛ばしちゃった。いやー、怖え。ちょっとこれはもうミート打ちするわ。これはバット出ず。入ってねえわ。心配、今の入ってねえわ。それはエンジョイできねえわ。もう柳町もゲームの中でも分かりやすく今ふてくされた態度取ったもん。西さん、初回のバッターは荻野。荻野くん、インサイド、宇宙間に上がった。やっぱ荻野くんが一番こうライト掴んであれだね、呼びやすいですね。その磯野くんスタイルにはまってるというか。さあ、そして打席には柳町が入ります。どうにかすっぞ、ヒット打つぞ。なりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。いや、ちょい、バッターの柳町、今シーズン得点圏での。あぶねえ、危ねえ、危ねえ、今のは危ない。これが4球目、打ちました。セカンドが前に来る、取った。一塁送球します。助けて、誰か助けて。もう今日はやばい日だな。今日はもう分かる。任せろ。どうにかすぞ。スクイズか、スクイズか、どうする。柳町が入っています。さあ、なおもピンチの場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、ね、いや、そのシンカーはやばい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。2球目打ちました。いやーやったやった、やりまし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 た。いや、エンジョイベースボール、やったよ。抑えたかったんですが、いいね、タイムリーが出て、素晴らしい。いや、この一本でかいですよ。ここからですよ、ここからですよ。さあ、マウンドに上がったのはジャクソン。さあ、小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあ、しっかりと自分の役目を果たしてほしい。なんで何もデータがないんだ。なんで何もデータがないんだ。いや、まあ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 、ストレートでしょうよ。156キロね。オッケー。はい、
初球から。いや大丈夫、絶対ストレートどっかに来るから。打ちました、打球はセンターへ。センター使う。いやこれ今俺思ったけど、ちょっとホームラン狙いすぎないんじゃないだろうか。8回の表ホークスの攻撃、ちょっとここらで2番バッター柳町、初心に帰って流し打ちですよね。流し打ちですよ。切りました、ファールボールです。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。いいよ、低いボールは外れます。いいよいいよ、見えてる見えてる見えてる、完璧なボールでしたけどね。インローのストレート、見えてる見えてる見えてる、外れています。打ちました、浅いフライ、イエーイ。いややっぱり俺はあれでも流し打ちボタンを押して打つとうまいもんな。はい、マルチ、長ゼロって、バッチコーイ。今シーズンの得点圏打率は3割3分8厘。打った、しゃ前でワンバウンド、二塁ランナー3塁、おらセカンドランナーホームイン。いや今俺冷静だったと思うよ、ホームに投げても間に合わないと判断した。点差を縮めます。まあやっぱりバッチコーイ。ライト方向を流しました、打球はライトへ。この打球は取れるか、大丈夫か。あ、うまい、さすがです。これで3アウト、試合終了です。よしよし、最後いやとりあえずマルチね、ここからヒット数増えていくよ。猛打賞といこうじゃないか。今さめっちゃ外雨降ってんだけどさ、あの札幌の人分かると思うんだけど、昨日の夜中の雨すごくなかった。はい、じゃあそろそろ粘り打ちも終わるんじゃねえかなと思ってるんですけど、終わんないですか。今終わられたところで次やることもないんだけどさ、あと90結構ある。よし、これ多分ベンチスタートでしょ。はい、西武戦1試合ぐらい取りたいですよね。取りたいね。いや雨すげえな。俺何回か話したことあると思うけど、雨の音ってのがすごい好きで、もうゲーム中でも雨降ってるもん。あの雨が屋根に当たる音、あのパツパツパツみたいな、その音が好きでさ、でちょっと日の光も入んないじゃない、これから雨降ったらさ、でそのちょっと薄暗い部屋の中でゆっくりゲームやるのが好きなんだよ。ちょっと待って、今集中するか。10番ここで変えてきました。まあ反撃していくためにもここはきっちりと抑えていきたいですね。そうですね、さあ多分球速が出ないから、これ1球目ボールになったら美味しいな。いやまあもう多分ストレートかスライダー系の2択って感じだと思うんですよね。1球目ボールになればもうストレートに張って打てるんだけど、ファウルになります。でもしかない。ボールになります。これが3球目。入ってねえわ。今日の俺の選球眼がそう言ってる。入ってねえわあれは。さあ4球目は何か。あちょっ。やっぱスタメン出ないとなダメだよな。さあマリーンズチャンス。バッチコーイ。得点圏での打率は取ってやるぞ、取ってやるぞ、取ってやるぞ。うちのボール打っていった。よしいいぞ。来ねえかな。2アウトランナー。バッチコーイ。打ち上げました。この打球はフライになっています。取れる？大丈夫？よし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 。3アウト。なんとか同点の。とりあえず今後ろでもう喋るしかないからやること。これが。ちょっとヒット1本打ってきたいな。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。オッケー、これで約、8割ぐらいだよね。確か8割、78% か 9% じゃなかったっけ。 78% 約8割だよ。高めに来ねえかな。牽制、一塁はセーフ。信じてるぞ、ストレート来るって。うわ早く振りすぎだ。さあ3球目は何か。うまいんじゃない。あ、惜しい。うん、
最近強振で打てなくなってきたな。お、どうしよう、これまずいぞ、まずいぞ、追いつかれるぞ。どうするの、どうするの。ジャストミート、やば、大きな打球だ、逆転なるか、フェンス直撃、うらー、中継、サードランナーホームイン、マリーンズ、いやー、もうちょっと今のは仕方ないね、仕方ないね。いやいいな、今の角中選手みたいなことやりてえもんな、俺もな。今シーズンの得点圏打率は3割4分、あ、ナイピッチ、空振り三振、前にこれ取ったら、取ったらホームだな、ホームだな、バッチコーイ、いや、まあ仕方ない、切り替えていこう、切り替えていこう、バッチコーイ、ピッチングありそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていく、打ち上げた、ここは打ち上げています、センターフライ、いや冷静冷静すぎる、今のやばい。これが5球目、うちのボール打っていった、三塁線フェアになった、三塁へ送球、セカンドランナーホームイン、いやちょっと仕方ないですね、仕方ないですね、期待を裏切らないバッティングでした。ここで勝ち越し、千葉ロッテマリーンズ、まあ、あと1試合いきましょうか。多分次はスタメンですから、やっぱスタメンで出る分には打てるよ。ちょっとそろそろ工藤監督も分かってもらいたいですよね。あ、柳町くんはスタメン派かみたいな、ちょっと分かってもらいたい。これいける、今のところ見せ場ないから、はいはいはい、うん、よし、プレイ、頑張りましょう。そうね、打ちたいね、ちょっと猛打賞をしたいよね。だここで猛打賞ができれば、今日動画中5安打ですからね、4試合5安打、悪くないですからね。まずはホークスの先発、しかもそのうち2試合代打ですから、マウンドに上がります。相手がルーキーですから、小宮山さん、バッチコーイ、取ってやるよ。もう今フライも取れるようになったからな、俺な。打ちました。これはショート。うまい。バッターボックスは3番森。今シーズンここまでホームランは8本。ヒットで意外と3割バッターは。というかバカみたいに打ってる選手がいないというか。バッチコーイ。来い。高めのボール。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。はい、うまい見てる、ね、みんな見てる、もうちょっと守備安心して見てられるでしょ。おかわりくんすげえな、バッチコーイ、もう今守備名手だもん。割とマジにうめえやったもんな。オッケー、いやちょっともう素人卒業したな。あとはちょっと打撃面で活躍しないとだ。バッターは柳町、2試合当たりが出ていません。ちょ、ごめん、全然わかんない。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上浜谷、まあストレートスライダーって感じなんでしょうね。どう攻略していくか。なんとなく初球スライダーな気がする。だから無視するね。最初は変化球できました。いいよ。で次ストレートでしょ。おい、信じてたぜ。ノーボール2ストライクです。打ちました、流しました。おっと、うまい。おい、ルーキー見たか、見たか、これが流し打ちってやつだぞ。見たか、ルーキー、これがプロの厳しさだ。ここはみんな、そこまで厳しさ教えてあげなくてもいいと思う。ピッチャーを変えます。マウン、2番バッター柳町、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。まあストレート投げないんだな、スクリュー中心って感じがね、はい、打てねえんだよな、はい、初球から際どいコースをついてきます。やるな、さすがだな、さすがベテランだな。ベテランと中堅というか、バッターの柳町、今シーズン得点圏での打率は3割6分となっています。打ってやるよ、絶対打ってやるよ。うわー、ちょっと俺変化球待ってたわ、マジで変化球も今なら打てると思って。
芸術大。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。2番バッター柳町、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここは打ちました、アウト。いやいい、仕方ない仕方ない仕方ない、ピッチャーの。いやあと2本なんとか打ちてんだけどな。ピッチャー変わってくんねえかな。バッターボックスは2番柳町。もう変わってるよ。あ、ちょっと待って、先ほどの打席は全然変化球、じゃあストレート投げないんじゃない、アタッキー。やらしい。ツーシームが主かな。多分あのカーブはそんな投げないと思うんだよな。とりあえず1球見よう。インサイド変化球決まっています。めっちゃカーブ投げるじゃんめっちゃ投げるじゃん。1球目に見た球を狙っていこうと思ったけど、次は2球目。この球は外れています。強振でどうにかなんのか。ならないな、バットにすら当たんねえな。打ちました、痛烈。いやー、一塁へ。アウト。悪くはなかったんだけどな。いや、どうしよう、見せ場。あ、今日はあれか、守備があったな。よし。さあ、そしてバッターボックスには柳町が入っています。意外と俺強振でいけると思う。2アウトながらなおもチャンスは続きます。ほら、うまい。うまくない。俺今日いけてんな、なかなかいけてんな。ちょっともう1打席回ってこねえかな。今の俺ならね、結構打てると思うんだよね。もう1打席は難しいか。打席には3番ともやくん。3球目打ちました。取れる、冷静。これで3アウト、試合終了。いやー、まあちょっと今日4安打ですか、まあ、出塁では5ですか。1球ファーボールあったから。いや、ホームラン打ちてえけどな、難しいな。あれ、俺今日三振した、俺今日三振 してんだろうなしてんだろうけども、昨日ほど少なくなかったぞ。昨日はね、あのマルティネス選手が良くなかった。あのカーブしか投げないでやらしかった。どうしましょうか。まあもう次はもう9月でしょうね。オリックス戦あたり取りたいね。オリックス取りましょうか。大体今なんか4試合ぐらい取れるじゃん、動画の尺的に。ここにしようか。9月の10日から4日間取る感じでいきましょうか。まあ分かんないけど、そこら辺までやっておきます。はい、では終わりましょう。いや、ちょっとなんかみんなにはちょっと残念かもしんないですね。ちょっと俺が守備が上手くなってしまったことが、もうフライ取れちゃうから、何でも飛びつく時代終わっちゃったからさ。はい、では終わりましょうか。終わり、バイバイ。